地図バリークロイ国立公園はアイルランドの名誉県北西部にある。一帯はエリスのオーエンダフ・ネフィン山脈地域に位置し、1998年11月1日に国立公園として設立。117.79平方キロメートルのデータン地はヨーロッパ最大の一つであり、枯れた植物がブランケット状に堆積した大西洋岸特有の湿地から成り立つ。 独特の生息地として、多様な植物症と動物症が観察される。当園は特別保護地区であり、ナトゥーラ2000ネットワークに属する。オーエンダフネフィン構造体として知られる地域の一部であり、保全特別区の候補に上がっている。欧州連合生息地指令は1997年にアイルランド法に置き換えられ、記載された特定の生息地と、 種はアイルランド政府が策に指定の上保護を確実にする必要があると示している。これらの生息地には枯れた植物が厚く積み重なった湿原が含まれる。バリークロイの湿原は包括的な生息地として西ヨーロッパに残された最大の例の一つである。点は特に重要である。当園は1998年11月1日に国立公園の認可を受け、 1954年の集在産法のもとで管理されている。生息地として公園を構成する要素は湿原とがけ川である。湿原はヨーロッパに残された最大のデータン地の一つで、希少種の植物など様々な種に日地を提供する。従ってその保全は国際的に重要である。応援ラフ川は西ヨーロッパで唯一。 比較的古い時代から人の手が入っていない河川として重要な自然保護区域であり、大規模な湿地環境を排水する役割を果たし、また非常に多くの酒とブラウントラウトも生息している。応援フ地域は欧州連合の鳥類指令の保護種で、グリーンランドから渡ってくるマガン他多くの種の渡り鳥にとって重要な生息地であり、繁殖を行いネグラと食べ物を得る場所である。 公園指定地内で見つかった珍しい種は他に大白鳥、ハヤブサ、ウズラクイナなどがいる。公園のビジターセンターは2009年に開館し、床面積700平方メートルの建物からバリークロイ、村越しに大西洋を見渡せる。夏の観光シーズンには無休で営業する。当園に隣接する新葉樹林は2017年、製材会社、 カイルタコイルと管理地4000ヘクタールを国立公園の1万1000ヘクタールに組み込んでいる。一帯の管理を国立公園野生生物局に移行する準備が進み、自然の復元の実現可能性が示唆されている。この一帯はかつて林業用地として林道を張り巡らし、松やスプルースの植林と伐採を進めていた。バリークロイ国立公園からネフィンベーグ山地を見渡す。 ありがとうございます。